どうも、しばらです。モンスト実況パート4、撮っていきたいと思います。今回なんですが、ちょっとなんか、前回イベントっていうのを見つけたんで、イベントクエストちょっとやってみようと思います。クエストでこの、ソロで、上の方に、あれ?ノーマルに変わった、あ、今やったイベントや。イベントクエストソロ。開口狂気の科学者。これあと1日しかないんでね、ちょっと今日やっておこうと思います。行ってみようじゃ、ちょっと。ん?なにこれ?スタミナコストマイナス 35? え?当たりひんスタミナが。中級やっていけるな。スタミナ15なんで、マイナス。あ、25、あ、中級行ってみようじゃ。一番簡単そうなやつ。ちょっとよくわからんけど行ってみよう。お、スケットめっちゃ強いぞ、これ。攻撃力1万。ちょっとやばそうなエリアなんで、ちょっとスケット強い人を持っていっとこうと思います。行きましょう。イベントってどんなんなんやろ。難しいんですかね、やっぱね、ちょっとね。初めてばっかりの人が行くエリアじゃないかもしれないんですけど、まぁ、ちょっと行ってみようと思います。一回。おぉ、なんか、ちゃうぞ、敵がいつもと。なんか、雷属性な、敵や。まあ一応全部これ発動させてみるか。ほほほほおお、アリゲーター使いやすい。あ、いけるいけるいけるおーいける。お、いけるね。全然いけるやん。いけちゃうね。ほう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 。オッケー、発動。お、敵死んでない。お、強っ。え、めっちゃ強い一撃が。やばい。あの、回復取らないやばいかも。回復取り行くか。回復、オッケー、当たった。回復きたー。回復きたー。え、全然回復してない。おー、まずい。マジか。こやつらめっちゃ強いぞ。ほっ。オッケー、回復。ぶつかれ、オッケー、倒せ。オッケー。オッケー。危ねえ。あと2ターンか。あのアイテムほっとこう、とりあえず。倒そう。よし、いけ。あ、とてもだ。あ、とてもだ。いや、オッケー。とりあえず強い敵が。HP? あれ爆弾か。あの地雷みたいなやつ。あれ爆弾ですね。やばいぞ、HP。お、回復した。あ、HP 回復するやん、マップクリアしたら。よかった。とりあえず、このアリゲーターを使わないと勝てないことが分かったんで、こいつ使っていきます。ドド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 、オッケー。頑張れ。やばい、あと1ターンであの、キツネ攻撃してくる。こいつ倒さなあかん、キツネ。とりあえず、アリゲーター使おうか。いや、ここで跳ね返る。あー!オッケー。え?倒してない!うお、危ね。あ、地雷、また仕掛けやがった、あいつ。あいつまた地雷仕掛けやがったぞ。くそ、まずいな。とりあえず、ここ、正面突破で。オーケー!回復しよう。オッケー。え、倒れてないやん。え?強っ!マジか。こいつ強っ!オッケー、オッケー。あ、HP162。死ぬ。あー!うわ、負けた!めっちゃ強いやん、ここのエリア。え?オーブ1個全員復活?全員ストライクショット満タンに、核弾頭の出現。コンティニューしますか?ああ、いい家でしょ、やっぱ。あ、なるほど。やめとこう。むずい、ここは。オーブ、これ1個じゃあ、あげれば、コンティニューできるんですね。スタミナめっちゃ減ったな、にしても。まあ、ええか。次、じゃあ、もう一回行こうかな、クエスト。イベントクエストがめちゃくちゃむずいんで、普通にじゃあ、もう行きたいと思います。ちょっと無理っぽいですね、イベントクエスト。いけへんな、多分これ。ノーマル。やっぱ、木の試練から行こう。やっぱでも、簡単なとこから行こう。うん。ん?オッケー。もう、簡単なとこから片っ端から行きたいと思います、とりあえず。やっぱね、モンスターがもっと強くなって、HP が、全体的に HP が低いんでね。まあ、とりあえずこれ使おうかな。オッケー。よっしゃー、いいねー。めっちゃ弱いもんな、ここの敵。めっちゃ弱いんやけど、この敵。もうなんか適当にしとっても勝てるみたいなノリやで、これ、マジで。弱っ!あの、地雷が強かったっすね、地雷。ゴーレムが出してくる地雷。あ、なんか力アップしとる。いけ。あ、全然あかんやん。マジか。いけ!ほう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 。オッケー!クリア!とりあえず、オッケー。いずれちょっとあのイベント行きたいですね。うん。レベルを上げて、ちょっともう一回コンティニューしたいな。コンティニューとか、行きたいな。いけ、オーケーケー、おー、弾けるね。ほう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 。オッケー、めっちゃ弱い。めちゃくちゃ簡単にいける。うん。さっきのとこむずすぎたっすね、ちょっとね。うん。ちょっとカルピス飲みます。ふぅ。お、仲間が。くそ、仲間微妙いとこおるな。ここ跳ね返していけるかな。いけ、あ、お、惜しい。きつい。中間ぶつけた、あ、いける。とりあえず、フェイクス、ぶつけた、オッケー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 、
フェニックスを使ってから絶対勝てへんからな。で、次はフェニックスの、ここ行くか。いや、ここはこれ。意味ないわ。ここぶつけに行こう。オッケー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 、ここ狙った通り。オッケー。よし。次は、こっち行くか。こっち行こう。オッケー倒せ。オッケー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 、倒せ。くそ。なかなかやるじゃねえかよ。フェニックスゲオッケー撃破ー。え、あ、まだマジか。危ね、危ねえ。ひさだ使ってみよう一回じゃあ。ほうニューニュー激走。うん、必殺技かっこいいな、やっぱ。おーおー、ゲットゲット。これは取っとかなね、これは。絶対これは取った、取っとかなか。うん、ステージクリア。敵に勝てない。モンスターや、モンスターを強化合成してレベルを上げよう。攻撃力やスピードが格段に上がるぞ。うん、それはなんとなくわかるんやな。それとやっぱフェニックスクラスのモンスター強いな、やっぱり。うん、あいつらでやっぱ3体固めたいな。お、マッシュルームボーイ。うん、まあまあマッシュルームボーイね。ポケット手突っ込んどるけど。お、獣石3つゲットした。ラッキー。あ、これいけるんちゃう。じゃあグリーンドラ進化できそうですね。ちょっと行ってみよう。グリーンリドラが進化の時が来ましたよ、これ。グリーンリドラモンスターで、進化合体で、オッケー。お、めっちゃ強がるもんな、これしかも。行こう。1、2の3。しかもこいつもう一回進化しそう、絶対。だって始まりのポケモンみたいなもんやから、始まりのモンスターはだいたい2回進化がもう定番ですから。お、絶対この顔がもう進化、もう一回しそうな顔。うん、全然変わってないもん。まだだってこれ、赤ちゃんやん、これ言っても。グリーンドラゴン。ほう。レベル20まで行くんか、こいつ。お、まだ進化する、やっぱり。おお、めっちゃ強いあるやん。フェニックス並みになる。強さが。お、やばい。全然足りひんけど、アイテム。まあ、当分無理やな、これじゃあ。フレンドガチャ。お、2連続。お、無料でガチャやろう。これちょっとやってみようかな。10連とかないっぽいんで、ちょっとこれ別にやってみよう。2回連続で行こう、じゃあ。ちょっとこれで当てたいな、なんかええの。引っ張るよ。ん？引っ張るぜ！ほっ！ガチャ来い！来い！あかん、もうなんか色があかん、色が。色がヘボい。お！スノーマン！でも弱そう。もう一個は？あ、もう弱そう。めっちゃ弱そう。うん。めっちゃ、サボテンが相撲取りみたいな感じですね。サボテン相撲取りみたいな。ズゴーン！お、これ強い、結構強いやん、こいつ、ズゴーン。あ、ズゴーン。あ、でも、スピードがめっちゃ遅い。スピードいるもんな、攻撃高くてもな。こいつは？バランス型。こいつも弱いな。まあ、レアじゃなくてやっぱ弱いですね。オッケー。じゃあ、無理です。フレンドガチャ。これ行きたいな。これ、極み祭り。あと、これ。お、神クラス5やって、星。モンストブライト。ちょっとこれ引いてみるか、ちょっと一回。金卵確定10連ガチャ。まだまだすぎてちょっとしんどいな。行こうか、じゃあ。お、いけるぞ。ガシャれば必ず星3以上のレアが当たる。狙いはもちろんね、あ、また変わった。神クラス、この神クラス星5。これ狙おう。狙おうとかないけど。これをちょっとね、欲しい。神クラス星5が欲しい、俺は。おお、金卵行くぜ。レインボー卵。行く、ドン。来い、まず金玉。金玉、来い、金、おっしゃ、金玉。よし、ここ。おぉ、金玉、来い。おぉ、おぉ、なんかやばい。おぉ、これやばそう、なんか。なんかやばそう。これ絶対強いって、これ。来た。フェニックスに次ぐ、やばそうな感じ。ネプチューン。なんか名前は思った以上したかったけど。おぉ、やっぱ強い。おぉ、いいね。それはちょっと海王の号令。ロックオン衝撃は3。めっちゃ強そう。おぉ、シングルガチャめっちゃおもろい。これ入れよう、モンスター。オッケー。じゃあ、編成して、もちろんね。しかも、ちょうど水色が出たんで、これで水属性もゲット。全然ちゃう、強さが。強、こいつ。オッケー。これでいけるんちゃう？こいつもレベルアップしたしさ。進化したから。デッキが強まったぞ、だいぶ。合計 HP が1万近くなりましたね。攻撃力4700。うん、絶対強まった、これ。だいぶ。で、まあ、ちょっとオーブも無駄遣いしたくないんでね。まあ、とりあえず終わっといて。じゃあもう一回ちょっとリベンジしよう。もう一回だけ。もう俺はこれクリアしたかったんや。あ、スタミナ足りひんやん。くそ。え？
オーブ一個しようし、スタミナ回復か。いや、なんか嫌やな。くそ。じゃあ普通にクリアするか。ノーマルクエストで。オッケー。え、これもスタミナ9使うんや、これ。めっちゃ使うやん、スタミナ。スタミナめちゃくちゃ使うな。まあ、ええか。じゃあどうしようかな。あ、これ強さが乗っとるんや、ここで。なるほどね。まあ、上から使っていこう。とりあえずは。うん。強すぎる人ばっか使ってもあれだと思うんでね。まあ、普通に上から順番にも使っていこうと思います。おお、なんかかっこええな。いやー、増えたぞ。まずこいつの技を見よう。うん、おカッターや、3本カッター。3つのとこにカッターやるみたいな。で、威力めっちゃ強かったな。もう一回やってみようかな。おお、強い。あ、強こいつ。威力めっちゃ強い。一発6000食らわしましたからね、あのちっちゃいカッターで。こいつやるな。こいつやるぞ。ほう、オッケー。おーい、バースト、オッケー。あと一回で攻撃してきよるから。あ、ミスた。あ、オッケー。うん。あと一回で攻撃してくるってなった時に倒すと。だからこれあれですね、ターンをできるだけ経過させた方がいいっぽいですね。必殺技使うために。後半戦に必殺技残しておくために。来いな。とりあえずここぶつけて、オッケー、来た、ドギューン。オッケー、強い。めっちゃ強い。オッケー。うん。もう適当に弾くだけで勝てる、ここら辺は。ボスですね、次。オッケー。大体まあ、モンスターストライクの、あれはコツは掴んできたような気がします。コツというか、分かってきたような気がします、勝手は。おーい！アフロ。まあ、ここはフェニックスじゃない、こっちで狙うか。オッケー、いけ！よっしゃ！よっしゃ、いけー！あと一旦攻撃してくるな。いけ！ほほ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 ほ。お、このスケットめっちゃ速い。この動きがいいのめっちゃいいですね。この時速ですか？時速が速いキャラはめっちゃいい。いいね。オッケー。あ、攻撃してきた。あー、当たってない、あんまり。弱いな、めっちゃくちゃ。オッケー、いいねー。削るぜ。あと一息。ドギューン。こいつはもう動き遅かったから。あかん、ミスった。あ、でも一撃やっぱ強いな。次誰？お、金色果実がある。まあ、でもこいつで行くか。あ、ミスった！なんか、おー！オッケー！来た！来た！よっしゃー！ゲットー！オッケー！いいっすね。いいね。ちょっとカルピス飲む。マルチプレイの基本その1、スタミナ消費はホストの人のみ。ホストを交際しながら、あ、そういうことか。なるほどね。読んだプレイヤーの方がスタミナ消費するけど、呼ばれた方はスタミナ消費しないと。だから交互に遊べば無限に遊べると。なるほど。あ、そういうことね。へい。オッケー。わかった。そういうことなんですね。だからタカと交互にやれば無限にマルチプレイができちゃうと。いうことですね。お、新しいモンスター。あー、こいつか。なるほど。ゲジマユね。ゲジマユモンキー？モンキーダンス。クリア。オッケーですね。さて、次どうしようかな。スタミナが全然ないんでね、とりあえずね。一旦じゃあスタミナ回復しないと無理なんで。そやな。ちょっともう一回ガチャ引きたくなってもだな。ガチャ大好きやな、俺絶対。もうガチャにハマってもだな、もう。ガチャ楽しいな。魔神地獄をクリアせよ。あ、通算ログイン5日で5個もらえる。お、金玉5個もらえる。ツイッターでつぶやいてラスカルをゲットしようやって。なにこれ。ツイッターでつぶやいてラスカルゲットやって。つぶやいてみよう、また。V リドラを入手せよ。利用者アンケートで答えよう。まあ、こんなん後でしとっていいかな。お、ネブチューン。星4。星3。ほう。でも結構強なってた感じはするな。まあ、ちょっととりあえずじゃあ、ラストガチャ1回引いて終わりましょうかね。もうオーブ7個しかないんですけど、もう使っちゃいましょう、もう。うん。あ、ショップちゃうわ。オーブ。どれ行こうかな。極み祭りより、俺はこっちの方が、モンスト5。このスマホ戦隊。神クラス、モンストローズ。5体の新キャラのメガ出現率がメガアップ。ほう。やばそう、なんか。え、しかもめっちゃ強い。これレベルマックス時スピード400キロ。400キロってこれ、おかしいぞ、これ。攻撃力2万3000。絶対これ強いやん。これや。うん、これちょっと行こう。うん。じゃあこれ、もうラストなんですけどね。最後やりたいと思います。ガチャル。うわぁ！これせめて金欲しいな。金卵じゃないとちょっとショックやな。頼むぞ。銀とかやめろよ。金来いよ。金。あ、金、え？金来そう。あ、来た、金来た。これいけるんちゃう？こう。ほう、ほう。
あ、なんか弱そう。弱そう、もうすでになんかもう全然あかんわ、これ絶対。絶対あかん、これ。天界ユキナ？あ、でも強いな、普通に。まあ普通にやばい。星4やから強いんか、聖騎士。まあ星4が当たっただけマシなんですかね、これって。だって、普通は、星3が当たるんかな、これ多分。多分、そうやな。星3以上が絶対当たるってことは、まあ基本星3ところを、今3回やって3回とも星4なんで、まあ星5は出てないですけど、まあ、そう考えるとマシなんですかね。よくわからんな。とりあえず、モンスター編成するか。もうグリーンドラゴンいらんな、こいつ。よくこう考えたら。うん。こいつ弱いな、今、現時点では。現時点では確実にこいつ使った方が強いよな。うん、全然ちゃう。倍ぐらいちゃうもん。強さが。おー、強い。しかも、ロックの衝撃は一緒のやつや。これにしようかな、じゃあこれ。お、しかも、ひさとだめっちゃ簡単にできる。13ターン。13ターン使い勝手良さそうですね。さあ、こいつとか20ターンなんでね。あ、13一緒か。友情コンボ。3、3、16。まあ、これでいこうかな、じゃあちょっと。うん。長押しで？あ、見れるんか。かっこいいな、フェニックス。あー、これはでも可愛いな。萌えキャラか。うん、こいつイケメン。もう、でもぶっちゃけフェニックスが一番なんか、レア度高そうな感じ？名前的に。うん、これが一番強そう。お、しかもこいつ神やん、こいつ。こいつ属性神や。属性というか種族神や。うん、ってことは多分ええやつなんやろな、多分。神ってことは。まあ、じゃあ一旦じゃあ終わりましょうかね。はい。というわけで一旦じゃあ、このモンスターストライクの実況は終わって、次は多分また普通にスタミナ回復すれば、クエストとかクリアしていけたらいいかなと思ってます。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。